こんにちはの皆様、ロシアは国連事務局に、人権活動家でジャーナリストのシーモア・ハーシュの資料が登場した後、ノルトストリームの爆発について調査するよう求めた。これは、外国メディア局の長との作業会議で、ロシアの外務大臣 SERGEY-LAVRV によって述べられました。放送は YUTUBE で利用可能です。シーモア・ハーシュが具体的な事実を提示し、これがホワイトハウスや米国政権の他の部門で考慮された日付を示し、そして彼が紙に述べた全てが実際に登録されたイベントと一致するとき、これらのパイプラインで直接、国連は調査する権限がないと言っていますとラブロフは言いました。部門の長は、9月以来、スウェーデンとデンマークの当局はロシアの首相、ミハイル・ミシュスティンからの公式の手紙に応答していないと付け加えた。以前、国連は、北の流れの爆発を調査することを拒否したと説明した。組織の事務総長の代表である STEPAGANEDUJARRYC は、国連の法的機関からの適切な任務の欠如を指摘した。友達、チャンネルはあなたの注意を必要とします。財政的支援は私たちをたくさん助けます。説明の詳細、いいねを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。